はいどうもポルックです。それでは今回もスーパーモンキーボールバナナランブルアドベンチャー進めていこうと思います。はい、今回はワールドにローズガーデン、非常にこうお花のなんか綺麗そうな場所ですね。行きましょう。さあどんなステージが待っているんでしょうか。こちらのバンパーロードからやっていこうと思います。早速やっていきましょう。さあムービーですね、ムービーですね。はい、どんなところですか。なんか綺麗ですね。ティーカップが回ってますね。コーヒーカップか、コーヒーカップ、遊園地ですか。わ、綺麗じゃの、ドクターも綺麗じゃの言うてますわ。はい、さあパレットどうかしましたか。なんだなんだこれは、トラップ。誰だあいつらは、誰だ。おお、3人。どうやら世間知らずのやつらばかりだな言うて。何ですか、あのおじゃる丸の尺を取りに来た3人の鬼みたいなやつ、アカネとキスケとみたいなやつ。はい、そして私がフェス、ごめん名前聞いてなかった。ガラファミリーってやつらしいですね、こいつら。ガラ悪いファミリー、ガラ悪いファミリーですか。はははは言うて、はははは言うて。はい、何ですかガラ悪いファミリー。うん、あ、大パーツをちゃちゃっといただいてしまおうと。大パーツを狙ってんだなあいつら。もうあいつらも大パーツを欲していると。この先のパーツは全て私たちのものよ言うてますわ。うん、待て、うん、奪わなくていいのか言うてますけども。後で奪いに行くよ。後でなんや、なんで後回し。イーゼル様って誰だ。イーゼル様ってあれか、前回の動画の最後で出てきたヒゲのもじゃもじゃのやつかな、あいつかな。はい、あいつらからならいつでも奪えるわよということで。イーゼル様が好きなんだなこの女猫は。女猫がね、あのボスなんですね。うん、よく気がついたね。トラップね、トラップ踏んだら大パーツ取られとったっていう話ですよねこれね。さあそろそろ出発するよということで、ヤンヤンは元気でいいですね。うん、さあ大パーツを先にゲットすればいいということです、あいつらより先にね。さあレッツゴーでございます。すごくなんだこのドクターにアップがかかっている感じは、何か深い意味があるんでしょうか。さあステージかな。うん、曲いいな、曲可愛くてよくない、いいですね。バラが舞い散ってバンパーロードというステージからやってまいりましょう。はい、ということで今回はミーミーを使っていこうと思います。はい、キャラ性能がね一応違いがありまして、前回使ったアイアよりもスピードが遅くて、ブレーキがかけやすいみたいな感じですね。あとスピンダッシュも多分アイアよりは速くなんないみたいな、まあ控えめな性能のキャラです。慎重に行きたい時にいいようなキャラなんではないでしょうかということでございます。はい、で普通にバンパー全部避けてきましたけど、このバンパーね、あのこの作品では初めて出てきてますから一応当たってみよう。全然跳ね返らんくないこれミーミーやからとかかな。全然跳ね返らんなこのバンパー、余裕ですね。はい、ということでゴール。なんだそのつぶらな瞳は。ミーミー女の顔してんな、なんか、うん、バナナ食べて女の顔してます。はい、次行きましょう。なんだラウンド&ラウンド、はい、というステージですけども、なんか壁が低くないですか。壁が低いねこの辺、壁低いからこれで乗り越えるんじゃないの。あー惜しい、乗り越えれそうでしたが、これどっかから入れるかな。なんかショートカットできそうな感じしますよねこれね。でも壁が低いところから勢いよく飛んでゴールみたいな、なんかできそうですけど今回はちょっとできませんでした。はい、ちょっともう一回チャレンジしていい、もう一回チャレンジしていいですか。はい、こっからしっかり溜めて、おらーみたいな、おい、いけました、いいですね、こういうのできますねここね。はい、ぐるぐる回らなあかんステージと見せかけて壁の低いところでジャンプができるという、そういううまい作りになってますね。いいですね、こういうのがねモンキーボールの醍醐味。さあオープニングボード、さあ板がパカパカしてるようなステージでございますね。はい、これ登って、はい、ちゃんと床が、あー床がいけるようになってる時じゃないといけません、これジャンプとかできませんからね。はい、床がパカパカしているところに、はい、ヒュッといって、なんだこれは、ここ乗って、ここの勢いでビューンみたいな、この勢いでビューンみたいな、ビューン、オッケー、いいですね。もっとスピード感のあるキャラだったらね、なんかもっと爽快にいけそうなステージでしたね今のはね。さあ迷路ですか、ワンダーラビリンス。はい、まあちょっと
一回迷路これ解きますか。まあラビリンスって言いながらほんまに迷路なんかな。あ、でも行き止まりちゃんとありますね。あー、でも壁の上にゴールデンバナナがあったりと、何かしらね示唆されておりますよ。ここが正解の道なんだな、このギリギリの壁のギリギリのところが。はい、っていうところで、まあ普通に迷路を解いてゴールしましたけども、これ解かなくてもゴールできるでしょ。絶対やりますよこれ。迷路を解かずにゴールやりますよ。壁の上にゴールデンバナナがあるんだから、そういうことよ。こういうことですよ。うわー、惜しい。落ちた時の下のお花がアイアイみたいになってるな。あー、これ失敗。ういーす、いいですね。こんな感じのこともできちゃいますぞ。いいね、このスピンダッシュ楽しいですね。どんどん行きましょう。さあ続いて、なんだなんだ、スカイガーデン、マリオカートですか。マリオカートのコースにスカイガーデンってありましたよね。あー、でもここあれですね、任天堂ダイレクトの映像にあったステージですね。これね、これありました。この場所が映し出されてました。はい、実際こんなステージだったようでございます。はい、全貌が明らかになりましたと。おー、ここいい感じに傾斜がありますね。さあ一番内側の難しいところにゴールデンバナナが置いてありますが、難なく取ってゴール。さあなんかショートカットもできそうな感じがしますよね、いい感じに。さあどんどん次行きましょう。うん、さあなんだなんだ、コンベアクライミングコンベアでございますね。いいですね、ギミックが豊富やけど、なんか大バカギミックじゃなくてなんか程よくギミックがこう使われてる感じで楽しいですね。いいね、このスーパーモンキーボールバナナランブル、いいよ。さあどんどん行きましょう。何ですか、おー、カジュアルステップ。足場がねバラバラに、こうバラバラとした足場が散らばっているようなステージ。さあここもスピンダッシュで気持ちよく行けそうじゃないですか、なんとなく。ほい、オーケー、いいですね、爽快感がありますね。さあどんどん行きましょう。さあ行きましょう、行きますよ。はい、さあ続いてなんだ、アップリフトゾーン、ここもなんかショートカットできそうやね。ショートカットできそうじゃない、これほらこの床のこの形よ、床のこの形、ほっみたいな、いいですねこのショートカットばっかしてていいんですか。ショートカット しまくってるけど、これいいですか。あのステージをもっと堪能した方がいいような気もするんですけど。はい、何ですか、ウェーブターン、いいね、なんかレッドカーペットが敷かれているような。ゴールが下にありますね。うん、ちょっとステージ見てみましょう。おうおうおう、あ、ちゃんとズームインズームアウトが効きますねこれね前の作品ではズームインズームアウトが全然効かなかったりしましたから、うん、これ効くようになっててよかったですね。スタート地点がそこでゴールがそこか。あー、ちょっと内側にゴールが入ってる感じなのね。あ、なるほどね。まあ、とりあえずさ、普通にクリアしようや。あんまショートカットばっかねやっててもねつまんないから、とりあえずやっぱステージにこう提示されたものを遊んでいこうじゃないですか。うん、どうせね RTA リアルタイムアタックをねやるようになったらショートカットばっかやるようになるんですから、最初ぐらいはねステージをちゃんとクリアしてみようじゃないのね。さあこう何往復もしたら最後がこんな感じで細めのカーペットになってますね。最後の足場が結構細めということになっておりますが、上からスタートして下にゴールがあるということはですね、まあ、あの重力って上から下に物を落とすんですよね。だからこっからこう落ちて、こう空中スピンダッシュとか効かんのかな。ちょっと落ちましたけど、ちょっとなんかこれできそうじゃない、空中スピンダッシュ効きませんか。あー、でもこ、あー、ちょ程よく勢いあって、うん、空中スピンダッシュあんま効かんな。お助け機能使うわけねえだろバカが。ゆっくり落ちて、あい、あー、めちゃくちゃ惜しい。ゆっくり落ちの、はい、おー、入った、ギリギリ入ったみたいですね。ということでね、まあこれスピンダッシュがね、ミーミーはちょっと弱めのキャラなんで、もっとスピンダッシュが空中で効くようなキャラだったらもうちょい楽にいけるんじゃないでしょうか。楽しそう、ビッグクロックいいですね、このギミックが美しいでございますね。はい、ということでこれまあ避けて、これ歯車に乗って登っていくみたいな感じですかねこれ。はい、と男走るよミミ太郎、これミミやからね、ミミなのでミミ太郎、貨車に登るよミミ太郎、大好きなのは場所のミ、ああ、針、あいつ、お前当たり判定あんねや、針。
当たらへんもんやと思ってた。ここはショートカットとかあんまなさそうな感じですね。さあ、あの針に当たりますから気をつけて、絶対当たらないようにタイミング見計らって、ここ、オッケー、いいねいいね、楽しいじゃないですか。さあどんどんいきますよ。あ、違うわ、これ最後のステージだったみたいです。ということで次に進んでいきましょう。さあムービーでございます。さあ2個目の O パーツ手に入れました。コーヒーカップのような、はい、エレガントな O パーツですね。さあガラファミリーより先にゲットできたぞということで、ベイビーかわいいね、はい。さあ次は水上に浮かぶ都市。おお綺麗、何あの自由の女神のごついばみたいなやつ。さあよし行こうということで、はい、次のワールドも楽しみでございます。レッツゴーっていうところでございますと、はいはい、今回も、お土産を手に入れたんで、テントの横に並べておくよということでございます。さあタイムアタックも遊べるようになり、ちょっと お土産ありますね。ちゃんとテントの横に置いてあります。ゴンゴンが恍惚の表情を浮かべておりますね。はい、というところで、では次回ですね、ワールド3プカプカタウンやっていこうと思います。今回はここまでで終わりにしたいと思います。ではではご視聴ありがとうございました。